次に赤嶺政権君。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権です。イラクの日報隠蔽問題について質問します。まず防衛省に伺いますが、4月23日に自衛隊の海外派遣における日報の集積状況が公表されました。これを見ますと、2001年の 9.11 テロ以降、海上自衛隊をインド洋に派遣し、米軍をはじめとする多国籍軍に給油支援などを行ったテロ特措法、それから補給支援特措法に基づく活動の日報が含まれていません。これはなぜですか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。4月7日に防衛大臣から防衛省自衛隊におきますすべての部隊、機関において海外に派遣された自衛隊の活動に関しまして、すべての日報を含む定時報告の探索作業、これを徹底して行って倒幕への集約作業を原則4月20日まで終えるように通達が出されておりました。その結果としてご指摘のように4月23日に集約作業の結果を公表したところでございますが、その中にお示しした通り、委員のお尋ねのテロ対策特措法及び補給支援活動特措法に基づく活動に関する提示報告は現時点では確認されておりません。いずれにせよ今持っているもの、これすべてを確認いたしましたところ、現時点では確認されていないというのが 現状でございます。委員長。赤嶺政権君。テロ特措法、インド洋の給油支援、本当に、当時国会でも大問題になった出来事ですよ。インド洋への自衛隊派遣はアフガニスタンへの軍事攻撃を行う米軍に対し兵站支援を行うといういわば戦後初めての戦時派遣であったわけです。その日報が確認できないという説明は到底これ納得できないですよね。事態の重大性に照らしても、イラク派遣の日報については、陸上自衛隊については新たに34日分が提出されましたが、それでも半分以上、とりわけ宿営地への攻撃があった13日間のうち11日分はいまだに提出されていません。航空自衛隊はわずか3日分であります。海上自衛隊は全く提出されていないままです。5月3日、憲法記念日の報道ステーションで、2004年5月から8月まで、イラク・サマワで復興支援軍長を務めた今浦祐樹さんがインタビューに答えていました。日報一つとっても教訓の宝庫であって、法律論だけではなくて、現地が実際どうなのか、現地の我々の活動を見ることによって、確認できると思う、こう述べていました。自衛隊という軍事組織にとって教訓の宝庫であるはずの日報が本当に、まとまった形で保管されていないのか、都合の悪い日報を廃棄したとすれば一体誰が誰の指示で廃棄したのか、歴代の各幕僚長以下部隊運用や教訓業務に関わる部署の関係者などへの聞き取り、これは行ったんですか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。先月公表いたしました約1万5000ページに及びますイラクの日報につきましては、先ほど申し上げました4月7日に防衛大臣からの指示によってすべての部隊、機関において海外に派遣された自衛隊の活動に関する日報の探索作業を行った結果、その存在が確認されたものでありまして、確認されたすべての日付の日報、これを公表させていただいたというところでございます。で、現時点でその日報がイラクの日報が確認されましたのは、陸上幕僚監部防衛部、衛生部および警務管理官、陸上自衛隊北部方面、後方支援隊、北部方面輸送隊、
教訓、教育訓練研究本部並びに情報本部分析部におきまして、その一部の存在が確認されております。で、先月にはこれら日報約1万5000ページを先ほど申し上げました通り公表したところですが、現時点ではこれら以外のイラクの日報の存在というものは確認されていないというのが現状でございます。委員長。赤嶺政権君。行政文書を作成取得した場合には、その名称や保存期間保存場所などを帳簿に記載することが義務付けられております。国立公文書館に遺憾または廃棄した場合には、そのことも記載しなければなりません。帳簿そのものの保存期間は、2001年に施行された情報公開法の施行令では30年、2011年に施行された公文書管理法の施行令では無期限、このように定められています。自衛隊がイラクに派遣されたのは2003年12月以降ですから、その後日報がどのように保管され、あるいは廃棄されたのか、これは帳簿を遡れば確認できるはずであります。そういう調査はやったんですか。鈴木統合幕僚監部総括官。陸自のイラクの日報につきましては、現時点で先ほど申し上げました箇所からその一部の存在が確認されております。で、こうしたものを公表させていただいたところでございますが、ご指摘のようなその行政ファイル管理簿に登録されているファイルというものは、さまざまな行政文書をまとめたものとして登録されているということが一般的でございまして、過去に管理簿に登録されているものですとか、もうすでに現に破棄された、これらの行政文書ファイルの中にこうした日報が含まれていたかどうか、こうしたことを網羅的に訴求して、確認することは非常に困難だと考えております。ただいずれにいたしましても、今防衛省ではですね、昨年の南スーダンの日報に関する再発防止策として、この行動命令に基づき活動する部隊が作成した上級部隊の提示報告、いわゆる日報を含むものでございますが、これは倒幕参事官において一元的に管理して、そして10年間保存し、そしてその後には国立公文書館に移管することというふうになりました。こうしたことによりまして、今後はより適切な文書管理が行われるとともに、情報公開等にも適切に対応できるようになるものと考えてございます。委員長。赤嶺政権君。今までも公文書は帳簿に、適正にですね、あるいは廃棄した場合でもきちんと記録しておかなきゃいけないわけですよ。内閣府のホームページ見れば全部出てくる、ホームページで全部帳簿出てくるもんですからね。それは困難だから探せませんっていう、これはもう言い訳にもならないと思います。何のために、公文書の帳簿をですね、作ってきたのか。で、大臣に伺いますけどね、イラクの現地での活動がどういうものだったか、あるいは宿営地への攻撃があった日を含めて、まとまった、形で、提出していただかないと、中身のある議論、日報もさまざまな問題を含んでおりますよ。中身のある議論は、できません。今日提起させていただいたイラク派遣開始以降の、歴代の各幕僚長、部隊運用、教訓業務に係る部署の関係者への聞き取り、とりわけ、帳簿への記載内容がどうであったか、これらを調査し、結果を当委員会に報告していただきたいと思いますが、いかがですか。いやいや、もう向こういいですよ、大臣ですよ。これまでの調査が不十分な点を指摘しているわけですから。小野寺防衛大臣。十数年前でしょうか、そのイラクの日報については、当時は用済み後廃棄という、そういう文書の扱いになったと、私どもは承知をしております。そして、今回、このイラクの日報を含め、海外における日報というのは、私どもやはり現場の隊員が非常に
緊張感を持って対応していた、貴重な資料と思い、これをしっかり、保管することが大切と思い、公文書管理の中で日報は、10年、保管をし、そして、公文書館に移管をするということ、そして現在、ある、海外で、活動した自衛隊のいわゆる日報と呼ばれるものについてはまず一元的に集めて、そしてこういうものがありますということを、公表して、国民や国会の求めに対応できるということにさせていただいておりますし、その過程の中で、イラクの日報について、確認されたものはこれは速やかに開示不開示の作業をして公表させていただいているということであります。委員長、赤嶺政権君。用済み後廃棄というのは現地の部隊が日報を送った後の廃棄のことを言うんであって、その日報を公文書として入手したところはどこであれ、帳簿に記録しておかなきゃいけないわけですよ。それが30年という期間でですね、やっていた。だからイラクのものというのはまだその期間に見てないわけですから、その帳簿さえですね、探すことが困難だと言ってる、これで探したと、調査したと、言えないと思いますよ。これではですね、日報がの中身が持ってる、重大な問題の審議に入りません。きちんと審議する上でも徹底してですね、そういう帳簿もどうだったのか、歴代の責任者に一人一人聞いていく、そういうこともきちんとやることを求めたいと思います。で、次に、辺野古新基地建設に関わる高さ制限の問題について、伺います。先月来の沖縄の地元紙の報道などで、辺野古新基地建設の現場周辺にある、国立沖縄高専の校舎や、学生寮、それから久米小中学校などがアメリカの国防総省の統一施設基準に基づく、高さ制限に、抵触しているにもかかわらず、日米間の協議でこれを適用除外にして建設工事を進めていることが分かりました。この問題に関連して、国土交通省に伺いますが、民間空港の場合にも航空法の施行規則に基づいて一定の高さを超える建物や樹木を規制する制限表面に関する基準が設けられていると思います。具体的にどういう目的でどのような基準が設けられているんですか。国土交通省久保田航空ネットワーク部長。お答え申し上げます。空港周辺におけます航空機の離着陸の安全を確保するために、航空法におきましては進入表面、水平表面、転移表面等の制限表面を規定しております。で、これら制限表面を突出する、建築物等の、設置を制限しているというところでございます。で、進入表面はどういう目的かといいますと、進入の最終段階、そして離陸時における航空機の安全を確保するために設けてございます。それから水平表面は、空港周辺の、旋回飛行と、低空飛行の安全を確保するために設けてございます。そして転移表面は進入をやり直す場合の、側面方向への飛行の安全を確保するために設け、必要なものとして規定をされておるところでございます。で、その、設定の基準につきましては航空法の2条等において規定されておりまして、少々細かいんですが、例えば進入表面につきましては、着陸帯の短辺に接続し、かつ水平面に対して上方へ、50分の1以上の国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するものと規定をされているところでございます。赤嶺政権君。離着陸一番危ないと言われている、時に、その安全を確保するために、高さ制限が置かれている、で、これまでにですね、制限表面に関する基準を満たさないまま設置された空港はありますか。国土交通省久保田航空ネットワーク部長。お答え申し上げます。空港等の設置に際しましては、
航空法38条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受ける必要がございます。その許可に際しましては、航空法39条に基準がございますが、その基準を満たす必要があることから、空港周辺の建造物等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で、空港等の設置許可がなされた事例はございません。もう少々説明させていただきますと、水平表面に突出する物件であって、航空機の離着陸に支障を及ぼさない状況にあることを確認して、空港の設置や供用した事例はございますというのが事実でございます。以上です。赤嶺政権君。羽田とかそういうところを言ってるんでしょうけどもね、高さ制限、これは、その制限を超えて設置した許可した事例はないというものですね。でそれで空港を設置する場合には、空港の位置や制限表面について告示を行い、また地方自治体や住民など利害関係者から意見を聴取するための公聴会を開くことが義務付けられていると思います。航空法の解説書を読んでみました。こうした手続きを書いた設置許可は、無効であると、このように明記されております。空港の設置にあたり告示や公聴会の開催が義務付けられているのはどういう趣旨、理由からですか。国土交通省久保田航空ネットワーク部長。お答え申し上げます。空港等が設置された場合には周辺地域の土地や物件の所有者への制約など関係者の権利や利益に重大な影響を及ぼすこととなります。このため航空法では先生ご指摘のとおり、空港等の設置の許可申請があった場合には国土交通大臣による制限表明等の告示や現地における掲示、そして利害関係人の意見を聞くための公聴会の開催に関する規定を国交省設けておるところでございます。赤嶺政権君。空港を設置した後に制限表面の基準に抵触する建物や樹木が確認された場合にはこれらを除去する措置を取っていると聞いておりますが、どのくらいの実績がありますか。国土交通省久保田航空ネットワーク部長。先生ご指摘のとおり、航空法49条では制限表面を突出する物件の設置等を制限しておりまして、これに違反した物件等については空港の設置者はその除去を求めることができるとされておるところでございます。国管理空港につきまして、直近平成29年度の実績としましては樹木などを合計739件除去しておるところでございます。赤嶺政権君。高さ制限を超えるものがあった場合にはこれらを除去する措置、先ほどの件数がありましたが、高さ制限を超える建物や樹木、これらを放置した場合にはどういうことが起きると想定されておりますか。国土交通省久保田航空ネットワーク部長。空港の設置者は、制限表面を上回り、物件をですね、除去を求めることができるとなってございます。でそういうような事態に、除去ができないということになりましたら、航空機の離陸や着陸に、支障がないような範囲で、空港の運用を一部制限等々することによって対応することが考えられるということがまず当面のものでありますが、除去を求めていくという形になろうと考えております。委員長。赤嶺政権君。除去を求めていくわけですよね。で自衛隊の飛行場についても防衛省に確認しますが、制限表面に関する基準を満たさないまま自衛隊の飛行場を設置した事例はあるか、また設置後に高さ制限を超える樹木などを確認した場合にはどのような対応をしているのか、これ説明していただけますか。西田整備計画局長。お答えを申し上げます。
自衛隊の飛行場につきましては、まず航空法、飛行場及び航空保安施設の設置に係る航空法の規定については適用されないということになっております。一方で、自衛隊法の規定に基づき防衛大臣は飛行場等の設置管理に関する基準を定めるということになっておりまして、訓令に基づいて、基準を規定しており、その中で侵入表面等の基準等があるとともに、飛行場周辺の物件で航空機の離陸着陸に使用があると認められないと、そういったことが基準になっておるということでございます。その上で、自衛隊の飛行場の設置に際しまして、周辺物件等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で飛行場が設置されたような事例はございません。一方、自衛隊の設置する飛行場におきまして、設置当時に侵入表面等の高さ規制を超える物件が存在していたかどうかにつきましては、これは一般に飛行場設置当時から相当の時間が経過をしているものが多ございまして、そうした状況の下で網羅的に確認することは困難でございますが、例えば硫黄島の飛行場においては設置当時水平表面を超える物件としてアンテナが設置されていたと、そういうような事例があるというふうに承知をしております。また航空法の49条の2項におきまして、空港の設置者は告示があった後において侵入表面等の上に出る高さの物件を設置とした物件の所有者に対しまして当該物件を除去すべきことを求めることができると規定をされておりますが、この49条2項の規定につきましては自衛隊が設置する飛行場についても順用をされておるということでございまして、こうした該当する物件が確認をされた場合には物件の所有者と交渉を進める等によって極力除去に努めているということでございます。委員長、赤嶺政権君。防衛大臣ですね、今のやり取りで明らかなように、民間空港においても、それから自衛隊の飛行場でも、高さ制限を超える建物があるにもかかわらず飛行場の設置を許可することはおよそ、ありえないことであります。ところが辺野古の新基地は米軍の高さ制限を超える校舎や学生寮があるにもかかわらず日米の話し合いで基準を適用しないことにして建設しようとしています。辺野古の新基地は本来設置が許可されてはならない欠陥飛行場だったということではありませんか。西田整備計画局長。お答えを申し上げます。まず繰り返しになりますが、自衛隊の飛行場につきましては飛行場の設置基準につきまして、防衛大臣が訓令で規定をしております。その中で、侵入表面等の基準があるとともに飛行場周辺の物件で航空機の離陸着陸に支障があると認められないということ、それから防衛大臣は航空機の安全及び公共の安全を阻害しないと認められる限度で基準を緩和できると、そういった格好になっておるということでございます。一方、米軍の飛行場につきましてでございますが、これは米軍の統一施設基準によります設置に係る基準というものがあるわけでございます。一方で、この中で適用の除外、適用除外ということもこの基準の中であるということでございまして、米軍との個別の調整の下でこうした航空機の運用に問題がないと考えられるようなものについては、その適用除外という規定をその基準の中で設けておるということでございます。委員長、赤嶺政権。なんであんな高い建物が今頃になって適用除外だと言い出すか。それは、最初はですね、そういう陸地にはなかったんですよね。日米両政府は2005年の2プラス2で、沖縄県や名護市の頭越しに、それまでは沖合の軍民共用空港という計画をですね、沿岸のエルジアンに変更いたしました。その後のロードマップ合意で今の V 字案になりました。建設場所の変更に伴って
高さ制限に関する問題が出てくることを、当時沖縄県や名護市学校関係者などの利害関係者にはこれは、説明したんですか。西田整備計画局長。答えを申し上げます。現在の普天間飛行場代替施設の建設地点につきましては、代替施設の周辺地域の上空における飛行ルートに関する名護市長あるいは宜野座村長からの要請も考慮して米側と調整をした結果としまして、平成18年5月の日米安全保障協議委員会の際に発表された再編の実施のための日米ロードマップにおきまして、普天間飛行場代替施設を辺野古崎とこれに近接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し V 字型に配置されるとされたところでございます。また普天間飛行場代替施設の完成後における飛行経路については、離陸着陸のいずれも周辺の集落の上空を通過するのではなく基本的に海上とすることで日米間で合意をしているところでございます。このように防衛省といたしましては周辺地域への安全性の確保といった方針のもと米側と調整を行ってきたというところであります。防衛省といたしましてはアメリカの国防省の統一施設基準については承知をしていたところでございます。そして当該基準に定める高さ制限の対象となるか否かは飛行場の運用形態等を踏まえ米軍との個別の調整を経て判断をされるものでございます。防衛省としましては引き続き米側に対しまして安全面に最大限配慮するように求めていくとともに、代替施設の運用にあたってはこうした米側との調整状況を踏まえまして地元関係者への説明等も通じまして普天間飛行場の移設に向けたご理解を得ていくよう努めてまいりたいと考えております。委員長、赤嶺政権君。ちょっと答弁が長いもんですからね。ただね、民間空港や、自衛隊空港に必要な手続きは辺野古の場合全く取ってない。最初沖合だったからそういう必要なかったわけですよね。それが L 字型 V 字案になってですね、やろうとしたら高さ制限に引っかかる建物が、たくさん出てきた。本当に私は間抜けないやり方だと思いますよ。手続きの面から言ってもですね、辺野古の飛行場建設は無効にされるべき計画だということを強く指摘して質問を終わります。